こんにちは。美術の勉強を始めていきましょう。今日はスケッチの6回目。内容としては、まとめと振り返りをやっていきます。学習計画で言うと、こちら、6時間目の内容ですよね。要は、今日の授業では、このようなものを作っていきます。つまり、描いた作品を A4 の紙に貼って、題名、組、番号、名前を書き、そして、題名、テーマを表現するために工夫したことを書いていきます。評価の観点はこちらですね。この中でテーマを表すため、つまり題名のことですよね、その工夫をいくつの視点で書いているかって書いてあるんですけど、それは今日の振り返りのこの部分で評価をしていきます。ですので工夫したことは全て書いてください。この時に習った言葉を使って書くことが重要なポイントです。それでは今日の授業のポイントです。台紙にバランスよく貼っていきましょう。そういう話をすると、いや、めんどくさいよ、なんでそんなことしなきゃいけないのって思うかもわかんないですけど、まあまあそこは落ち着いて、とりあえずカルシウムでも取って落ち着きましょう。実は台紙にバランスよく貼るっていうことは地味なんだけど、美術を上手になるためには結構重要なことなんですよ。なぜかというと、絵をこのように美術館などに飾るときには垂直水平に飾るんですよね。そして題名をこのようにバランスよく配置したりするんですよ。そういうことは美術の授業で習うことではないんですけど、結構ね、それって当たり前だよねっていう前提で展示をしていくんですよね。そういう意味で言うと、台紙にバランスよく貼っていくっていうのは美術の中でも基礎中の基礎になってくるんです。ということで、まずは台紙の中心を確認しましょう。軽く折り目をつけると分かりやすいですよ。次に作品を置いていきます。まだ貼らないでくださいね。置くだけですよ。その上で題名と名前と工夫を鉛筆で書いてください。シャーペンでもいいですよ。その代わり薄く書いてくださいね。後で消しますからね。この時、一番下の文章の長さに合わせて作品の位置、それから題名と名前を調整していくんですよ。つまりこういう感じにするんですよね。上下左右の隙間が同じぐらいになるように調整をしていくんです。それができたら最後はのり付けとペン入れですね。鉛筆で書いたところをペンでなぞっていくってことですよ。ちなみに作品が縦書きの場合はこのようにしてください。右側ってことですよね。そしてね、文字の大きさと太さにもこだわってください。題名ってのは文字が大きくて太くてもいいんですよ。でも題名に比べて組とか番号とか名前というのはちょっと小さく書いた方がかっこいいです。そして工夫についてもやっぱりちっちゃく書いた方がかっこいいですよ。この文字の大きさにもぜひこだわってみてください。さて、まとめいってみましょうか。今日は作品の仕上げということでこういう内容でやってきました。要するにこのような形で台紙に貼って、題名、組、番号、名前、そして題名を表現するために工夫したことをペン書きするんでしたよね。この時に重要なことは、中心を意識して上下左右の隙間が同じぐらいになるように調整をしてください。地味なんですけど、こういったことっていうのは結構当たり前だっていうふうに考えられるんですよね。それでは次の授業なんですけど、7時間目、今度は鑑賞していきます。仲間の作品を見るのは結構楽しいので、皆さん楽しみにしていてください。それでは今日の授業、まとめですよね。皆さん頑張ってやっていきましょう。